一緒にクシャとして挨拶しよう。メモキーパーちゃん、花火に背中を任せられる？ねえアシゲちゃん、花火を退屈させないって約束できる？ルールは破るためにある。ねえねえ楽しい？楽しいならよかった。もっと大胆なことしてみない？愚かな智者、聡明なクシャ。 今度の花火はどっちかなねえねえ一体どんな人がパブの誘いを断ってカンパニーに行くと思うま、仲間になるより今の関係の方が面白いんだけどね。 めちゃくちゃにされるのも <laughs> 悪くないかもサンポちゃんは結構面白いし頼りにしてるよでもサンポちゃんには大きな問題があるのそれはまだ完全にはぶっ飛べてないってこと縛りを設けるのが言えず最大の 偉い人たちはこの世界のことをよく知ってるから、ルールを作って物事が法律に違反してないか、道徳的かどうかってことを判断してる。それだけじゃなくて、冗談が面白いかどうかまで気にしてるんだよ。花火的にはそれが一番笑えるんだよね。 銀河にはナヌークっていう独りよがりなアイオンがいるの。そいつ自分がいなかったら銀河は壊滅には向かわないって思ってるんだって。面白くないわかった。ンゴバージョンもあるけど、聞く秩序、社会のルール、でっち上げられた道徳。めちゃくちゃ努力してるのに、絶対に花火を逃がしてくれないんだよ。 花火、冗談が好きなんだ。だって、この世界って苦しいこととか、恨んだり恨まれたりすることばっかなんだもん。そりゃ、冗談で世界をよくできるわけじゃないけど、少なくとも、この世界がこれ以上冗談っぽくなるのは避けられる。そう思わないこの世界はサーカス団みたいに、昼も夜も滑稽なショーを上映してる。 マの一輪車乗り、ライオンの日の輪くぐり、猿のお椀のせ。花 <laughs> 火たち愚者が他の人たちと違うのは、自分たちが演じてることを自覚してるところなんだよ。捨てられた孤児、呪われた少女、人形一族の末裔相手の好みにもよるけど、どんな過去でも用意できるよ。 花火は秋っぽいからずっと同じ夢とか持ってられないんだうん最近の夢は天才クラブに入ることそう天才を演じたいの <laughs> この難しい挑戦すっごく試してみたい誰か花火を応援してくれる人はいないかな花火はね ただの脇役になって普段はステージの上にいる人に拍手を送ったり雰囲気を盛り上げたりしてクライマックスになった瞬間ドーンって花火みたいにそれを派手に爆発させたいの <laughs> こんなこと主人公にはできないでしょまた会おうね七シ人さんトラブルに巻き込まれないように気をつけて特にまた花火に会った時には要注意 あれ最近よく君を見かけるなぁ。えどこで見かけるかってそんなの教えるわけないじゃん。<laughs> やっほー花火だよもし危険な依頼とかあったら花火に行ってね。面白そうだったら費用は安くしてあげる。大事なのは楽しく遊ぶこと。<laughs> だよねまた会おうね、七シビさん。 トラブルに巻き込まれないように気をつけて。特に、また花火にあった時には、要注意 <laughs>